林小枝は、台湾の高雄市出身のプロ野球選手、右と左打。MLB のミネソタツインズ参加所属。台湾原住民族、ウヌン族である。愛称は津波。高校時代の2010年、カナダで開催された第24回トリプル a 世界野球選手権大会では、チャイニーズ台北を優勝に導く、原動力となり、自身も打率60。607。 出塁率、656、超打率、907で、同大会の MVP とベストナインに輝いた。2012年6月に契約金205万ドルで、ボストンレッドソックスと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグレッドソックスで、プロデビュー。29試合に出場して打率、255、16打点、5盗塁を記録した。 2013年は A-9 ローウェルスピナーズでプレイし60試合に出場して打率2261本塁打20打点12盗塁を記録した2014年は A 級グリーンビルドライブでプレイし102試合に出場して打率2291本塁打42打点10盗塁を記録した2015年は AQ セーラムレッドソックスと AAQ ポートランドシードックスでプレーし、2球団合計で119試合に出場して打率。251日本塁打、48打点、23盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2016年は AAQ ポートランドでプレーし、108試合に出場して打率22。223 日本類が27打点10盗塁を記録した。2017年は開幕を AQ ポートランドで迎えた。6月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のロサンゼルス・エンゼルス戦にてダイソーでメジャーデビュー。6月26日のミネソタツインズ戦でメジャー初安打を放ち、7月4日のテキサス・レンジャーズ戦ではダルビッシュ優から メジャー初打点を挙げた。2018年は、開幕を、トリプル A 級ポータケットで迎える。4月10日にメジャーに昇格したが、14試合で32打数で6アンダー、打率。188に止まり、5月8日に、トリプル A 級ポータケットに降格した。トリプル A 級ポータケットに降格後、16試合連続アンダーを、打ち、トリプル A 級でのレギュラーシーズンでは打率。 299を残した。6月23日にメジャーに再び昇格するが、2試合で5打数無安打で6月29日にトリプル A 級ポータケットに降格した。7月12日にメジャーに昇格し、3試合に出場し、7打数に安打だったが、7月24日にトリプル A 級ポータケットに降格となる。7月29日にメジャーに昇格したが1試合に、 守備での出場のみになり、31日にトリプル A 級ポータケットに降格した。9月1日にセプテンバーコールアップでメジャーに昇格した。9月21日のクリーブランドインディアンス戦でダンオテロからメジャー初本塁打を放った。レギュラーシーズンでは37試合に出場し、65打数で16安打打率2461本塁打。 六打点だった。チームは百八勝五十四敗を残し、ワールドシリーズでも、ロサンゼルスドジャースに勝利した。自身初のワールドシリーズ優勝だったが、ポストシーズンでは出場しなかった。二千二十年は八月十三日の、タンパベレーズ戦で大差をつけられた球界をもてに、野手のホセペラザが登板したが負傷し、保守として、先発出場していたケビン・プラウェッキーが登板し、 林が保守を務め、台湾人初となる保守を務めた。9月25日のボルチモアオリオールズ戦では9点差で、迎えた9回からマウンドに上がり、1回3失点に仕留めた。10月26日にマイナー契約となった後、11月2日に FA となった。2020年12月5日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。 2021年4月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月29日にディフェとなり5月3日にマイナー契約で参加のトリプル a 級セントポールセインツへ配属された。ありがとうございます。